それでは引き続き制作していきます。ついにカラーのページに突入しました。付属品を制作していきます。こちらが付属品といいますか、装飾品といいますか、そういったものでございます。組み上げていきます。はい、またまたシールの時間がやってまいりました。こちらの2つのパーツに3番と4番のシールを貼っていきます。はい、できました。相変わらず曲面のシール貼りは難しいですね。でもそれなりにできたんじゃないでしょうか。悪くないですよね。どうです？どうです？どうです？はい、ここまでできました。いやーすごい、まるでフィギュアですよね。この被り物も可愛いですよね。結構装飾品がついたので下半身の可動範囲が狭くなりました。特に横への開脚がだいぶ抑えられてしまいましたね。まあでも個人的にはそんなに気にはしてないですね。それでもグリグリ動かせますし、もうこんだけ動かせれば十分じゃないかなと思います。次は台座を作ります。そしてこちらが以前作ったフミナの時にもありましたね、ランナーレスの台座パーツです。今回は間違えないようにしましょう。フミナの時はここのね、つなぎ目部分を切っちゃったんですよ。これね、切らなくてよかったんですよね。ランナーレスということで、これを残したまま分割していくと、そういった仕様になっております。これで 1,2,3,4 5つのパーツになるというわけですね。あ、このパーツは使用しないんだそうです。後でカメラ位置を変えた時にでも使ってみましょう。次は両腕の別パーツを作っていきます。こちらが両腕の別パーツです。組み上げていきます。はい、
両腕の別パーツができました。右腕に握り手パーツ、左腕に開き手パーツをつけてみました。もちろんね、それぞれ別パーツがありますので、付け替えて遊ぶことができます。いやー、これもよくできてますね。この拳の造形、ほんとすごいですね。何か持たせることができるようになってます。そして、開き手の方はこんな感じですね。これもまたいいですね。この指の感じとかね、綺麗ですよね。この絶妙な開き方、ほんと美しいですね。ちょっと指先をね、やすってあげれば、もっと可愛い印象になると思います。あのね、この手のひらの、ここの感じがね、すごくよく出てます。それでは、付け替えてみましょう。はい、付け替えてみました。せっかくなんでね、カメラ位置を変えて見てみましょう。はい、カメラ位置を変えてみました。腕を付け替えたら一気に普通の女の子になってしまいました。こうなるとガンプラ要素がなくなってしまいますよね。まあでも逆にこれがプラモだと考えると本当にすごいですよね。付属品も豊富なのでいろいろな組み合わせ方ができますし、意外とグリグリ動かせるので多彩なポージングをさせて楽しむことができます。はい、台座にセットしてみました。台座にセットすることで躍動感あるポージングも楽しむことができますね。でもこの台座可愛いんですけど、色が主張しすぎですよね。フミナの時みたいに無色透明のクリアの方が良かったかもしれないですね。単体で見た時は赤い台座って可愛いなって思ってたんですけど、こうやって見るとリボンの色が同化しちゃうので、ちょっと出過ぎかなと思ってしまいます。まあでもこのくらいだったら簡単に塗装できそうなので、落ち着いた色に変えてもいいかもしれないですね。はい、というわけで HG144/1 チナッカイスグミまでやってみました。ちょっとね、私みたいなおじさんが触ってると、いろいろと問題がありそうなプラモデルではあると思うんですが、まあそれは置いといて、さっきも言った通り、このプラモデルは付属品が多いので、別売りパーツとかを買わなくても、印象の違うものに組み替えられるっていうのが、本当にすごいなと思いました。迷うくらいパーツとかを選べるっていうのはいいですよね。本当に大満足です。以前作ったスーパーフミナもそうなんですけど、この女の子のシリーズは他にもいくつか種類があるみたいなので、また買って作ってみたいと思います。今回は以上でございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。